この俺を息子と知らなくても自分の命を犠牲にして救ってくれた。じいさんもジョジョの祖父ジョナサンのために波紋の力を与えて死んでいったというぜ。だから俺だって何かしなくちゃな。かっこ悪くてあの世に行けねえぜ。俺が最後に見せるのは代々受け継いだ未来に託すゼペリ魂だ。人間の魂だ。ジョジョ、俺の最後の波紋だぜ。受け取ってくれ。シーザーの声だ。聞こえたか、シーザーだ。聞こえたわ。まさかシーザーが。シーザー。ヤツの血で作ったシャボン玉か。割れないところを見ると最後の波紋を絞り切ったよ。